どうも皆さん、こんにちは。今日はですね、僕が中国でずっと、役者の仕事をしてたんですけど、中国って大体日本人が起用されるのってほぼ反日、抗日ドラマとか抗日映画が多いんですけど、ほぼね、99%それなんですけど、そういう抗日をかなり出演してきたんですよ、僕は。で、ご存知の通りね、僕の YouTube でもね、何度か出ていただいている斉藤さんも、やっぱり抗日のドラマとかね、映画で、結構活躍してきた方なんで、僕と斉藤さんが初共演したね、作品とか、これまでね、僕が出演してきたもの、斉藤さんが出演してきたドラマとか映画をちょっと見ながらね、視聴者さんと一緒に見ながら ちょっと解説っていうかね、当時の思い出話とかを語るっていうね、今回そういう動画にしようかなと思って、ちょっとね、いくつか動画をね、検索したんで、探したんでね、それでちょっとパソコンでちょっと見ながらね ちょっとその当時のこととかね、当時のエピソードとか語りながら、今回ちょっとやっていきたいと思います。まずね、1本目が、先鋒1931ですかね。先鋒以上31っていうね。中国の、抗日ドラマですかね、これはもう。結局これ、テレビで放映されたのかな？なんかね、噂ではちょっとこれ、シーチェンっていうか、マネーロンダリングで、なんか、マネーロンダリングのための、そのためのね、なんか、お金をその、マネーロンダリングから持ってきた資金で、撮った映画みたいなね、噂されてますけど。結局これ、有名な人もほとんど出てないから、放映されなかったのかな、わかんないですけどね。とにかく中国で全然ヒットしなかったですけど。これ、僕が斉藤さんと、知り合って、2本目ですかね。初めて斉藤さんと知り合った作品の次の作品ですね。で、2011年かな。ちょうど13年前ですかね。中国の東北地方で撮影したものですね。もうちょっと見ていきたいと思います。じゃあ、早速見ていきましょう。じゃあ、見ていきます。これね、斉藤さん、かなり太ってますね。パンパンですよ、斉藤さん。もう軍服が。軍服パンパンでね。やばいでしょ、これ。こんな軍人いたのっていう。軍人、陸軍でこんな当時、こんなパンパンに太った人いたのかっていう。これは、斉藤さんともう一人、日本人のね、もう全然役者さんでも、役者さんじゃないんですけど、小林さんっていうね、方ですね。当時中国に住んでた方です。本当に素人ですからね、みんな。半分以上ね、日本人役者っつっても素人ですから。こちらは中国で活躍されてる三浦さんっていうね、役者さんですね。三浦健一さんっていう。三浦さんはもう多分長いですね。もう97年ぐらいから中国にいるから、かれこれ27年、27年ぐらいいるんです。これね、本当ね、当時ね、撮影現場で斉藤さんがね、笑かしにかかってくるんですよね。ただでさえ斉藤さん顔が面白いからね、笑っちゃうんですよね。斉藤さんとこの目をこう、パッてこう合わせるシーンがあるんだけど、二人。これで何回も吹き出しちゃったね。
俺の演技もまた演技が全然できてないですね。ちゃんとね芝居を学んでなかったからね。俺もちょっと芝居がね下手すぎてね、もう見てらんないです、ね、見れたもんじゃないです。でこれ斉藤さんと僕は基本なんか同期みたいな、あの同じその軍隊陸軍に入ったのがなんか同期みたいな感じで、結構あの立場的には結構同じくらい同じポジションみたいな感じで、でもしかもこれ斉藤さんも俺もね中国語でやり取りしてるっていうね、日本人同士なのに、ね、なぜか中国語でやり取りしてるって意味わかんないですけど、で斉藤さんも俺もねセリフを思い出しながら言ってるから、もうすごい間がこうぶつ切りでね間が悪いっていう、ね、セリフのこのリズムが悪いっていう。絶対ね日本人同士だったら日本語でやった方が良かったと思うんだけど、未だにこれ謎ですね。なんで中国語で、日本人なのになんで中国語でずっとセリフ言ってるのかよくわかんないっていう、ね。斉藤さんもこれ完全にセリフを思い出しながら言ってますね。次なんだっけ次なんだっけって言いながらね。斉藤さん当時本当に現場でめちゃめちゃ NG 出してましたね。俺はセリフはちょっとね一応覚えてるんだけど、演技がちょっとぎこちないっていうあれは欠点があるんだけど、斉藤さんの場合もセリフも覚えてこないしっていうセリフ覚えが悪すぎて監督からめちゃめちゃ怒られてましたね斉藤さん。ピチピチだからね着れる服がほぼないっていうね、衣装の人も大変だったからね、斉藤さん用にこれサイズを調整したのかな。軍服もスーツもピチピチだからね、すごいね。斉藤さん完全にコメディだよねもう完全にこれお笑いだよね、これお笑い、お笑いドラマだねこれ。完全に、ね、内容シリアスなんですけど完全にこれコメディドラマですね。こちらもあれですね、あの日本人の俳優さんで、もともと日本でずっと長くあの役者の仕事をされてた須藤さんっていうね、須藤正弘さんですね。須藤さんもあの日本から来てこのドラマに出演されてましたね。これはあのロシアの方ですね。この人もね別に女優でも何でもないんですけどね、普通のロシアの一般人っていうか、なんか普通の多分なんだっけな、ロシア語かなんか英語かなんかな、多分普通の先生だったと思うんですけど、それでなんか副業でなんかそういうたまに役者とかモデルの仕事もしてるみたいな感じでやってる人ですね。かなりカオスですね。もうセリフ言い直してるから俺がそのまま使われてるっていうね、やばいよねこれ、このドラマ。しかも今どんな切符を買ったんだっていうのを斉藤さんわざとどんなチンポを買ったんだっていうねで、それがしかも、あの、ちゃんと使われてるっていうね、中国人の通訳の人もわかんないからね。斉藤さんが滑舌が悪すぎてね、そのセリフの言い間違いとかをジャッジできる人が現場にいなかったから、斉藤さんが適当に言った言葉とか、ふざけて言った言葉がそのまま OK カットで使われるっていうね。もう、とてもじゃないけど、これ日本では放送されできない。中国でもちょっと放送難しいのに、日本でも絶対放送できないのかな。セリフ間違ったままそのまま使われてるから、ね、
大変だったな、ほんと。斎藤さんがね、ふざけ始めんだよね、もう。斎藤さんが演技の最中ね、セリフをただでさえ覚えてこないのに、ね、切符を、どんな切符を買ったんだとか、どんなチンポを買ったんだとか、ね、こうやって、ちょいちょい笑かしにかかってくるしね。現場でふざけまくってたからね。大変だったね。で、斎藤さんと俺のシーンがこうやって多いからね。結構ね、斎藤さんとのシーンが多いんだよ、俺。俺もう笑いをこらえるのが大変でしたね。何回も斎藤さんに笑わされて、笑かしにかかられて、俺も NG 出す。斎藤さんも NG 出すんだけど、俺も NG 出すみたいな。釣られてね。あれ大変だったね。一応列車の中っていうね、汽車に乗ってるって設定だけど、汽車に乗ってる感全然ないっすね、これ。これは斎藤さんをなんか酒で酔わせて、僕とね、もう一人のこの中国人の彼で二人で、その斎藤さんがなんか、秘密の資料みたいなのをなんかこう、ポケットに持ってて、それをこう、なんか抜き取ろうっていうシーンでね、わざと斎藤さんを酒で酔わせるっていう。これ斎藤さん寝たって。ああ、これが出てきましたね。これがまた、あの斎藤さんと初めてやった時の作品ですね、これ。戦火の中の青春っていう。声が斎藤さんと俺じゃないですけどね。声が、なんかアフレコされてますけどね。あ、この時ちょっと斎藤さん痩せてますね。これ2010年だったかな。2010年の年末かになんか東北の方で撮ったんだよ。真冬でね、めっちゃ寒くてね、気温がね、ほんとマイナス30度ぐらいで凍え死ぬかってぐらい寒かったんで、だからこういうなんかあの暖かい帽子をかぶってる。だからまあこういう帽子をかぶってる。これ大変だったな。なぜかこの女性の軍人が出てくるっていう意味が分かんないですけど香港の女優なんですけど撃たれて死んじゃうっていうね。斎藤さんまさかの上官に撃たれて死ぬっていうね。斎藤さんすごいよな。しかも女性の上官に撃たれて死ぬっていうね。この作品で、そうだ、斎藤さんと初めて会ったんだな。もう今から14年ぐらい前か。約14年前にこの作品で、東北で斎藤さんと会ったんだ。きつかったなぁ、これ。めちゃめちゃ寒くてね、とにかく。なんか、僕、この、iPod かなんか持ってたんだけどね、これもなんか凍っちゃってね、動かなくなるっていう。それぐらい寒かったですね。もう北海道とか全身に貼ってても効かなかったからね。もったいないな。せっかくセリフね、完璧に覚えてたのに、全部後で当てれこされてるっていう、全部俺の声じゃないっていう。これ当時自分はあのここひげ生やしてましたけど、ほとんどねひげ生やしてる役多かったですけど、これはあえてねひげ生やしてましたね。なんか最初なんか僕がオーディションとか行っても監督がちょっと顔が優しすぎるっていう、ね、とてもじゃないけどなんか悪役に見えないってことで
やっぱ悪役ってちょっと悪そうとか、なんか怖そうな人じゃないと選ばれなかったりしたんで、それであえてね、こうひげを生やして、うん、言ってましたね。まあひげ生やしてもそんなに悪役にも見えないけどねそんなに変わんないかなと思う。まあちょっとなんか、うん、ちょっとやから感を出すためにまあひげを生やしてましたね。これ大変だったな。2ヶ月間本当雪山の中でずっと撮影してた。めちゃめちゃ大変だった。あ、これ斉藤さんが、これはちょっと斉藤さんと同じ現場じゃなかったけど。斉藤さんまた太ったな。これ斉藤さんもうね、常に太ってるからね、こんな太った軍人いないでしょっていうね。パンパンに太ってるもんな斉藤さん。太りすぎでしょ、こんな太った軍人いないでしょってただの豚じゃないですかこれ斉藤さん。またあれだな、斉藤さんの声がアテレコされてるな。別の人の声になってる。これ中国多いんですよね、アテレコ。大体僕ら現場でその録音されてるんですけど、声の音声とか取られてて、録音のあれつけてるんですけど、このピンマイクみたいな。それでも大体アテレコされるんだよね。だからなんで現場でピンマイクつけてセリフ言ってんのに、なんで結局他の人にアテレコされてるのかよくわかんないですけど。じゃあ最初からピンマイクいらないでしょって思うんだけど。斉藤さんこれもうあれだもん、裸の大将に見えてきたもんね。山田太一やん。意味分からず、なぜか斉藤さん上官なのに上官なのに撃たれるっていうね。またしても味方に撃たれるっていう。しかもみんなで取り押さえられてね、足噛まれて後ろの部下たちに取り押さえられて、で部下に撃たれるっていうね。これ謎ですよね。超カオスだよな本当。中国の抗日ドラマ本当意味分かんないよな。なんで上官が撃たれてんだよって、ね、斉藤さんこういう役多いんだよね。だいたいなぜか味方にね味方に最後撃たれて死ぬとかね、そんなのばっかりやな。すごいな。はい、という感じですね。はい、という感じでしたちょっと改めて久々にちょっと見てみたんですけど、僕普段ね自分が出演していながらそういう抗日ドラマとか抗日映画全く興味ないんですけど、本当は金のためっていうかね、本当に生きるためだけにやってたんでね、別に抗日ドラマとか全く興味ないんですけど、改めて見ると本当にもうコメディーですね。これ多分中国の人も本当コメディーだと思って見てんじゃないかな普通に、うん、もうお笑いですよね完全に。なおかつただでさえ抗日ってジャンルがお笑いなのに、そこにお笑い芸人の斉藤さんが入ってくるって来たりとかね、どんどんお笑い化してますね。でもまあ本当僕が一番最初行ったその2009年ぐらいの時なんかも、どんぐらいいたかな、日本人の向こうね、抗日だけで食べてる人とか。20人とか30人ぐらいいたんじゃないかな、当時。そっから、2015年がピークで、どんどん抗日のね、作品とかも減ってって、で、まあ、その向こうでね、抗日だけじゃ食べていけないってことで、もう半分以上ね、バーっともう、日本に帰国されたりとか、他の国に行った人もいるだろうしっていう感じで、まあ、そんな感じですかね、はい、っていう感じで、まあ、あんま大した解説してないですけどね、まあ、なんとなくダラダラ見てただけでしただらだら見てなんか適当につぶやいてただけでしたけど、今そんな感じで、またじゃあちょっと次回ね、斉藤さんと僕がまた出演したちょっと抗日ドラマ
を一緒に皆さんと見てね、なんかはあの感想を述べるみたいな感じで、撮っていきたいと思います。また ぜひ次回よろしくお願いします。こうご期待ということで、それでは。